糸島来たー。さっき知ったんですけど、糸島って島じゃないんですね。島だと思ってたのよ、糸島っていうのは。漁港なんだけど、この水の音はシンプルに下水の音なんだよ。ねえ、横からせせらぎみたいなの聞こえてるけど、うん、福岡県民と触れ合いながらお題となる自慢を探す、こちらの企画。ロケでは県民が秘めている自慢を身近な町内放送のように披露してもらいます。わが町自慢バリハヤ町内放送。わが町自慢、独学で夢実現、鮮魚店の〇〇ラーメン。傾向的に行くとですよ、鮮魚店でしょ、赤い魚になっていくんじゃないか、そういうことでしょ。赤ウインナーの可能性なんですか。あるか、あるかじゃない。ないよ。早速行きましょう。早速行きましょうじゃない。鮮魚店の何も関係ないんだから、赤ウインナーは。あ、こんにちは。何の撮影ですか。これあのね、バリハヤジップっていうね、朝の番組なんですよ。鮮魚店の〇〇ラーメンってこれわかります。いや、知らない。知らない、うん、ここ焼き牡蠣って書いてますけど、牡蠣小屋ってこと。そうです。もう二十何年。あの頃は若かった。あの頃はそうです。今も若いじゃないですか。牡蠣以外で一番人気があるのは何ですか。私。ご冗談を。ご主人、ご主人ですか。はい、そうです。わかります。鮮魚店がやってるラーメン屋さん。あ、聞いたことあります。ええー。筑前米原駅の前に。駅前にある。駅前にあったと思います。おー、なるほど。あれじゃないですか。あ、ちょっと行ってみましょう。あ、すいません、ご主人。独学で夢実現、鮮魚店の〇〇ラーメン店ということでよろしいでしょうか。はい、正解です。よっしゃ、よかったね。ちょっとビジュアル的にもシンパシーを感じる2人ですからね。筑前前原駅から歩いておよそ20秒で到着する愛鮮魚商店。店内には鮮魚用のショーケースに、ご主人自ら市場で仕入れた生きのいい魚がたくさん並んでいます。店内を見渡す限り、とてもラーメンが出てくるようには見えませんが、もう完全に見た目、もうお魚屋さんじゃないですか。そうですね、あの魚も一応売ってますね。売ってはいる、はい。何ラーメンになるんですか。何ラーメンと思いますか。ちょっと下手くそだな。今こう手をかざしましたから、まあここがねちょっとヒントになってるんでしょう。じゃあ行きますよ。カワハギ。カワハギ正解。こちら、こちらカワハギです。いやいや、ちっちゃいカワハギ。いいんですよ、ちょっと一発目嘘を言うとかもいいんですよ。何のラーメンなんですか。こちらです。タイです。タイのラーメンですか。なんでこれタイのラーメン作るとしたんですか。糸島が、はい、あのこういうタイの漁獲量日本一。あ、日本一。はい、糸島が面している玄界灘は日本有数の漁場となっていて、1年を通してさまざまな魚が水揚げされます。その中でも天然マダイの漁獲量は日本一なんです。その地元を盛り上げる意味でもタイのラーメンを作ろうと思ったってことですね。そうですね、はい、なるほど。糸島出身のご主人は、地元糸島のタイを PR するため鮮魚店としてアレンジできないかと独学で試行錯誤を繰り返しました。そしてたどり着いたのがこちらのタイラーメン。麺の上には肉厚のタイの切り身が2つも。これで760円はお得ですよね。うまいか。出ました、うまいが出ました。でもうまみとでもちゃんと甘みもあって、ほんのり香る醤油もいいですね。苦労されたとこってどこですか。骨を使ってその出汁を取って、でそれに
何を加えたらいいかとかね。何加えたらいい。そこは言えないですね。内緒という。そこは内緒。さらに麺はスープによく絡むこだわりの特注麺を使用。福岡のラーメンらしくストレートの細麺です。うまっ。ラーメンなんですけどちょっとあの乳麺のような感覚もあるんですよ。例えば懐石料理の最後で出てくる締めのすごい高級なラーメンを食べてるような感覚です。独学で夢を実現し糸島のタイを PR。 レシピについては固くなに口を閉ざす愛さんへ歌を贈ります。ご主人は思った、タイで美味しいラーメン作りたい、タイだけど大概何入ってるかは言いたくない、タイ言いたくない、タイ。いいですね。ありがとうございました。